シス315とコンパニオンチップシス301シス315はシス社が開発したビデオチップである。性能、価格的にはローエンドからメインストリームクラスの製品である。シス315採用製品の例。シス315はシスによるビデオチップシス300の後継製品として2000年12月に発表された。グラフィックスコアは256ビットの 3D エンジンと128ビットの 2D エンジンで構成され、128ビットのメモリバスで接続される 128MB までの DDR スタラム、またはスタラムをサポートする MC による動画再生支援に対応するインターフェースは AGP4X、または PCI、ハードウェア T&L エンジンを搭載し、ダードックス7世代の製品となる。 またテクスチャー式技術 DXTC にも対応している。コンパニオンチップのシス301を併用することで、デュアルディスプレイ機能ダブルシーンテクノロジーを利用可能となる。これにより、セカンダリの出力は VGA だけでなく DVI、または S ビデオ、NTSC、パルの出力も可能となる。シス 315E はシス315をベースとした連価モデルである。 コアメモリクロックともに 143MHz に落とされ、さらにメモリバス幅が6 4ビットに半減している。シス315と比較して大幅に性能が落ちるが、単にシス315と故障され混同されることもあった。シスは2001年9月、インテルペンティアム4プラットフォーム向けとしては、世界初となるグラフィックス統合チップセットとなるシス650、および、 AAMD プラットフォーム向けの統合チップセットシス740を発表した。これらに統合されるリアル 256E グラフィックスコアはシス315がベースとなっている。リアル 256E は低価格帯向け統合グラフィックスとしては初めてハードウェア T&L 機能を搭載したことを特徴とするがシス650、シス741などでは省略されている。 その他、ベレムがシステムメモリと共用となって最大64メガバイトに抑えられており、単体ではデュアルモニターにも対応していない。2003年7月、シスはリアル 256E をミラージュ1グラフィックスコアと解消し、統合チップセットシス 661FX を発表した。この際、シスはミラージュ1グラフィックスコアは、 初のダードックス9対応統合グラフィックスであると説明した。しかし、ミラージュ1は315をベースとするリアル 256E と同じコアであり、ハードウェア的にはダードックス9どころかダードックス8.1対応の要件すら満たしていない。これはドライバがダードックス9にソフトウェア対応しているという意味に過ぎないため、一般的な意味での ダードックス級対応とは全く意味が異なる。ありがとうございます。